る？ないと思う。ない、うん、なきゃいいよ。じゃあタンだけとりあえず頼んじゃって、うん、タンあれ何も頼んだ、うん、何飲むの？ウーロン茶。ウーロン茶、うん、あ、ふわくまです。かなごさんです。厚切り？どっちも？もうどっちもじゃない。この人に彼氏いたじゃない。いたけど別れたね。ね。ウィンナーは？シャウエッセンじゃない？わかんない、怖いな。シャウエッセンだったらいいけど、なんか可能性を秘めた。あとわかめスープだね。あ、いいね。あとなんか、うん、青いキムチある。キムチ？青いキムチ、あのキュウリの方。ああ、灰皿とか用意してくれる。なにこれ、韓国海苔は頼むか。サラダはいらない。何サラダが？シーザーサラダ、豆腐サラダ。あ、豆腐サラダ美味しそう。豆腐サラダにする。お腹空いてきた。食べよう。完璧だ。そうだね、そうなんだよね。そこなんだよね。これ牛脂もやったほうがいいのかな。まだ大丈夫、肉来てから。肉来てからだ、うん、これだけ食べるやついいんじゃないの。これ焼いて、これ油身にしようって、火通したら食えんじゃない。これ食べる人いるの？絶対いるでしょ。太るよ。うん。海鮮系は？海鮮系なんかあんの？ホタテ、エビ、イカ。あ、焼いて食うの？うん。エリンギ、玉ねぎ、しいたけ、アスパラ、野菜盛り合わせくらい。野菜食っとこうか。サラダ頼んだよ。あ、いいか。大丈夫？うん。キム、あとキュウリ、おい。うん、おいキムチ。そう。失礼します。おいキムチと韓国のリンゴ。あ、すごい。幸せさ、応援します。おはようございます。おい、焼肉レンちゃんどんちきです。レンちゃんです。そうなんですね、そうなんですね。そういえばレンちゃん、レンちゃん昨日も食ったの、あの、ここの花火師さんと、間違いないです。どんちき。あ、でもこっちの追いキムチでも美味しそう。昨日の追いキムチよりなんか
とは牛タンですよね。牛タン どんぐらいうまいのか。あとあれも美味しいよ、なんだっけ、食べたことない、シマチョウ。シマチョウって美味しいんです。シマチョウだっけ。シマチョウって違う、ギャラ元。ギャラ元、うん、だったと思う。レバーもあるよ。レバーいい。おいキムチ最高。あ、クマちゃんありがとうございます。からおいキムチ好きなんですよ。シマチョウめっちゃ美味しい。本当に。シマチョウ美味しい。ギャラ元わかんない。ギャラ元超美味しいよ。ポリポリしてる。あ、美味しいんだシマチョウ。頼んでみるじゃん。どっちシマチョウ。シマチョウ。ギャラ元。ギャラ元。ギャラ元。シマチョウじゃないですか。ホームセンターだそれ。ギャラ元って知ってる。ギャラ元。何それ初めて聞いたの。美味しいよ。どこの部分で。ホルモンなのか。ホルモン聞いたんだけど。ホルモン好きなら食えばわかるよって。食えばわかるよって。食べる。ギャラ元。ギャランドじゃないですか。味付けはどっちがいいんだろう。醤油タレ、塩コショウ。塩コショウがいい。塩コショウがいい。する、うん、だからホルモン系ってタレついてない。ギャラ飲みなら知ってます。ギャラ元。ギャラ飲み。クマちゃんです。お疲れ様です。彼女できたんですね。おめでとうございます。よかったですね。ありがとうございます。好き嫌い分かれる。食べるよって。食べようじゃん。お腹空いてきた。何日ぶり。2日ぶり。2日ぶり。2日ぶりのご飯です。ライスはないらないの。俺と一緒だ。糖質制限。そう。あんまタレ使わないで食べたいね今日は。ちょっとレモンで食いたいね。レモンあんのこれ。レモンもらう。もらおう。あるよ。レモンで食べたい。じゃあ警備しようか。ちょっと映るようにして。よろしくね。今日から。うん、絶対分からない。絶対。逆に何したら分かるの。マルチョ食おうぜ。マルチョって。あ、所さんって悪魔ちゃんです。笑ってこらえて。日本全国ダーツの旅。わあ。あとなんだっけな。それがいい。あ、おめでとうございます。2人の記念日。絶対分からないよね。ね。今のところ。レイカさん飲まない。あ、そうだね。飲んだら。絶対分かるよって思うじゃん。分からないでしょ。何されたら分かれる。俺配信者と浮気が一番効くね。効く。配信者と浮気が一番効いちゃう。素人だったらいいけど、あちゃんにさっきこの付き合っちゃった俺今日。そう、運転うまいから任せて。厚切りタン厳選タンみんなに出ます。レモンもうちょっとくれる。レモン、はい、うん、もう一つ。であのここ刺すやつある。刺すやつないの、はい、マジでそっちで絞ってくれない。めんどくさくてこれ。あ、そっちで絞って汁にしてくる。レモンになっちゃうんですよ。なっちゃうの、はい、いいえじゃん、はい、ありがとう。めっちゃ持ってきたよ、レモン。はい。めっちゃ持ってきたよ。あ、おめでとう。来たこれ。徳明さん、昨日の店でいいやつでしたこれ。いいやつ。はい。昨日の言ったじゃないですか、徳明さん。こっちのがいいやつです。まあ、適当に入ったからね、昨日の店は。急遽だから。これ絶対うまいよ、これ。ウインナーと、あ、思い出さないか、これ元彼のチンコこんぐらいだった。ボッキ生地でこれだった。嘘でしょ、絶対ネタでしょ。豆腐サラダ。金持ちが食うよね。で、ここでもう牛脂ですよね。あ、そこの店はちょっとね、ドンチキですよね。ちょっと急遽行ったから
ごちそうさまでした。あ、ありがとうございます。いや、トーストサラダうまそうじゃない？うまそうじゃない？あれは？これは？牛脂。焼肉奉行、レイカです。よろしくお願いします。昨日匿名さんに全部やらしちゃってすいません、マジで。全部やらしちゃって。いいのかなと思って。兄貴すいません、マジ、昨日は。俺苦手なんですよ、こういうの。甘えん坊なんで、次男坊なんで。何人兄弟？二人兄弟。ってことはお兄ちゃんがいる。そう、会ってみたい。似てる？あ、似てない。皇太子みたいな顔してる。あ、皇太子？皇太子殿下。あ、今の天皇陛下ね。みたいな顔してる。そう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 。全然似てない。似てない。会いたい？いや。え？なんで？仲いいの？絶縁されてる。なんで？わかんない。なんで？わかんない。来た来た来た。来ました。凍ってる？どれぐらい焼きたい人？いや、結構焼きたい。そう、本当？いや、あ、でも半生でいいか。半生で。マルチョは牛の小腸、ホルモン。シマチョは牛の大腸。ああ、そういうこと？何頼んだっけ？シマチョ。シマチョ頼んだっけ？食レポ任せてください。得意なんで。来た。ソーセージだ。来ましたこれ。いただきます。いただきます。これを レモンでいいかな。レモンで、あ、こっちじゃないね、こっちじゃない。これですよ、皆さん。ここマルチョに比べてある。ああ、そうなんだ。島町は、じゃあ島町がいいじゃん。いただきます。おいしそう。ちょっと切り替えないといけないんだよ。いきます。うまっ。柔らかい。そしてこの歯応え、そしてこの肉汁。この喉越しパーフェクト。まるでこのレイカちゃんみたいな感じです。あ、すいません。あ、油断できないの。すいません。めちゃくちゃうまいです。シャウエッセンじゃなかったね。シャウエッセンじゃないんだ。仙台のあれですね、牛タンと一緒でこの形状ですね、リーボックです。ベラベラさせドンチキャッチ。ナイス。あれはもうしょうがないです。9個決まったんでね。ごちそうさまでした。でもどっちかというと僕あっちの方が下に後出るかもしれないですね。ちょっと高級すぎちゃって食べたい。焼肉です。あ、島町は処理が大変だね。美味しいお店は他の部位を頼んでも美味しい店らしい。
あ、うちの彼女が撮ってくれましたね、これ。ありがとうございます。優しいね、メイコさん。ありがとうね。忙しいでしょ、忙しい。寺本とエビになります。はい、すいません。うまい。かわいい。よく噛んで。エビ、あ、これギャルモト。はい。何モト？待てので気をつけてください。はい。あ、来た。失礼します。冷えちゃった。めっちゃガンになっちゃう。一回さ、休憩して。うん。これわかめスープですね、これが。ギャル元だっけ？ギャラ元。これはですね、目測で6センチですね。直径がですね、3センチですね。これ何つけて食ったら正解なんだろう。ソーセージって。これ？ギャラもと食ってみたいね、これ。いただきます。いただきます。よろしくお願いします。うん、うソーセージいただきます。これがレイカさんの元彼のおちんちんぼ生地だそうです。うまい、うん、うまいわ。いや、彼女ちょいちょい映してますよ。潜ってますか、ちゃんと。ちょいちょい映ってますよ。これなんかすごい、なんか足元がさ、なんか変なのない？これボコってなっちゃう。なんなこれ。これそっち何もないの、フラット。うん、ボコってなってる。あのセダンのさ、後部座席の真ん中にこう凹凸みたいな、うん、ああいう感じになってるんだけど今。特定されてるの。あ、そうなんだ。頼んだんですよ。なんで知ってるの。すごいな。ミトリスナーさんすごい。味付いてるんだって。肉寿司。俺初めて食うんだけど。もうそう。痩せてないと思ったらどうなんだろう。痩せたかな。116キロよりマックスなんですけど、116はないと思うんですよ。肉寿司。
っぱい。すごいしょっぱい。塩がすごいしょっぱい。電波悪い、マジで。うっそ、ツイキャスかこれ。ツイキャスいきます、ツイキャスいきますね。じゃあお知らせ来て何よ。パス OK の人ノーください。